よう、久しぶりだな、坊主。やっぱりお前さんはただじゃ死ななかったな。死神の手を振り切って、よくぞ戻ってきてくれた。ああ、聞こえてくるぜ、お前さんの中から。無限の時を刻むこの時計の音色がよ。生身の人間だった時でさえあれほどだ。地上最強のマンマシーンとなった今、どれだけ見せてくれるのか。下っ腹がざめいてたまらねえ。エレクチをしてきた。これは、お前が、やったんだな。ああ、最高だったぜ、そのべっぴんさんはな。傷ついた友を救うために、己の限界すら超えて命を燃やし、そして美しくも儚く燃え尽きたんだ。思い切り堪能させてもらったぜ。いい戦争だった。誇りに思え、絶対に忘れるな。俺はそうした。お前もそうしろ。それが戦場の習わし。命に対する礼儀ってやつだ。なあ、そうだろ？しよう！俺によこせ！避けるな！俺に貴様を殺させろ！なんだ、お前は俺を殺したかったのか。いいぜ、さあ、殺してみろ。理解したか？鉛や鈴じゃ鋼を砕けないってこと。今のお前じゃこの俺は殺せねえよ。
まずボーズ、お前はまだ基礎をまとっていねえや。肌とんぼうだ。今の俺とお前とじゃ、さしずめ鋼鉄と鉛、ボディの強度そのものが違うってわけさ。飛行という材質でな、使用者の精神によって硬くも脆くもなる仕組みってわけだ。ダイヤモンドを砕ける程度じゃ、けほどの傷もつけられねえ。坊主、お前が得たものは多少優れた素早さとか力自慢のレベルなんかじゃ決してねえ。その体にはもっと本質的な力が宿っているんだ。さらけ出せ、お前のエゴを。鋼になると決意しろ。お前を強くするものはお前自身の心しかねえんだぜ。憎いんだろ、辛いんだろ、仇を取ってやりたいんだろ、その手でよ。なら信じろ、吐き出せ自分の中に潜む誰にも譲れない決意を。今ここに。こいつが放たれたら全てが終わっちまうぜ。それともお前はやっぱりあの時こうして灰になっておくべき運命だったのかもしれないな。起動準備完了。ジェネレイト。認証、何時がエゴを問う。我、天秤を持ちて端境を行く者なり。この手が求めるは下腹のいずれにもあらず、この足が目指すは善悪いずこの地平にもあらず。求めるは揺るがざる中道の己なり。受諾、素粒子先生。奇想展開開始。
ぬるいぞ。こんなもので俺を灰にしようだと。ふざけるな。冷却能力か。ついにやりやがったな、坊主。いや、今からお前を好敵手と認めてその名で呼ぶぜ。秋月亮が、お前などか気安く俺の名を呼ぶな。俺の世界に踏み入るな。だがそれが宣戦布告として必要なのだとしたら、お前の名を御敵としてただ一度だけ宣誓してやる。イヴァンストリゴイ、そしてホロロゲーム。俺は今こそ俺自身の意志でお前たちの敵になったぞ。必ず貴様らを消し去って、俺は俺のバランスを取り戻す。その言葉待ってたぜ、タモよ。反応がいい、パワーもある、そして重い装甲。俺の同類か。元気がいいな。なめるんじゃねえ。燃え尽きろ。お前がな。自在熱操作。なん
野郎だ。好きなだけ笑っていろ。今すぐその凶暴をお前の死に顔に変えてやる。楽しいぜ、嬉しいぜ、秋月亮が！しけた島国軍団にやってきて、お前ほどの弾と殺し合えるなんてよ。愛しいぜ、俺を鍛え上げる金床よ。お前の牙でこの体を引き裂いてくれ。この布の下にお前自身を刻み込んでくれ。ああ、今俺たちの血の色は美しい。だからもっともっとたぎらせろ、端末魔の瞬間を彩る熱い血をよ。秋月亮が。黙れ、喋るな。イヴァンストリガイ、殺したければ自分を殺せ。一人で勝手に滅んでいけ。俺は貴様などと出会わずに済む無ビューの日々をこそ生きたかった。だからこの場でゼロにする。貴様という汚れたマイナスを跡形もなく消し飛ばす。地獄の果てでも踊っていろ、ワーモンガよ。努力は己を裏切らない。よく分かっただろ、ルーキー。アバよ、秋月よ。お前の名、俺は生涯忘れやしないぞ。俺の名を忘れないと言ったな、イヴァン。だが俺はお前の名など一個だにせず忘れ去ってやる。
この胸に刻むのはカレンとジュンの母姫だけだ。奈落へ落ちろー！